今年はユーナさんと東郷さんもご一緒に調理されるのですか？はい、去年高島ちゃんとぐんちゃんが一緒にやってるの見ていいなって。あの時はとんだ誤解で時間を無駄にしたので、今年は少しでも仲良くいられるようにね。まあごちそうさまですこといけない、肝心の材料を部室に置いてきてしまった。ちょっと取ってくるわね。せっかく出ちまったことだし俺も渡すか。いつき、ミノア。うん。ありがとうございます。ミノアは雫と去年4周年で司会頑張ったし、いつきはなんつうか雫とちょい似てっからな。そうでしょうか。あ、じゃあ私にも強気のいつきみたいなのがいますかね。ちょっと見てみたいような怖いような。あ、しずくさんには私からもどうぞ。ああ、しずくには私からも。はい。お、なんかだよ。へへ、後でしずくとゆっくり食わせてもらうぜ。二人分のチョコを収めるのは一人の胃袋なのに、しずくはちっとも太らないよね。不思議。それにしずくになるとなぜか筋力もアップするしね。ちょっとお腹のあたり触らせて。まあ、ざけんな。やだよ。あ、ちょ、やめろこれ。やめろって。お楽しみのところソーリー。赤嶺さんに私から野菜をいっぱい買ってくれたお礼よ。こちらこそ、筋肉にいいブロッコリーをどうもありがとう。チョコもいただきます。私からはミトに、宅配兄ちゃんに魚の宅配も頼めたら嬉しい。ありがとうございます、コハグラさん。でもあの魚はなんて言っていいか。お姉様がミトにセカンドチョコを。今年ももらえなかったか。でも去年裏ですっごいのをあげたし、もしかして本命チョコがもらえたりなんか。夏目、あんまりミトを困らせるんじゃないのよ。それより何か忘れてるんじゃない？ああ、そうだったな。ああ、なんやこれ、期待しても無駄なやつ。は？出てました。なんだかわからないが、赤峰、お前には今朝取った黒牛の舌をやろう。え、黒牛の舌って牛タン？でもこれ魚に見えますけど。わあ、いっぱいあるわね。とても牛タンには見えないけど美味しそう。黒牛の舌という魚だ。油が乗ってうまいぞ。後でバター焼きにして食べさせてやろう。バター焼き、お姉様が私のために。去年大きなチョコをもらったお返しだ。カリンは煮干し作戦で行けたから、お前にも。私が煮干しで釣れた言い方するんじゃないわよ。よかったですね、赤峰さん。うん、嬉しいです。お姉様、黒牛のバター焼き全部食べちゃいますよ。黒牛の舌だ。黒牛の舌は今月が旬で脂乗りも今も一番。それをバター焼きで。ユーナが魅力のカロリー計算を逸脱してまでダイエットを強行したのは、そのため。あ、レンゲさん入るんですか？どうぞ。
コ以外も渡していいなんて知らなかった。そういうことはちゃんと教えといてくれないと。いや、これはニッチもサッチもいかない場合の超グレーな最後の手段というか、そうでもしないとフーミン先輩がナッチからもらい損ねちゃうかも。だから必死ですね。うわ、あらそれはそれとして、マスズさん、これは私からです。どうぞ。藤森ちゃんから私に？はあ、嬉しい。巫女組へようこそって感じのチョコ？じゃなくて、もしかしてマスズさん、ツッコミ組に入ってくれないかなって。ああ、そう。ツッコミ組に加入チョコか。あの過労死不可避の恐ろしい国に。ねえ。やっぱリーダーにはうちから進呈しとかなあかんよな。ほれ、あら、どうも。ツッコミの皮をかぶった自称ボケの桐生静香さん。そう、ボケのモンスター、略してボケモンとはうちのことやで。なんて同じなんて、でも高島様のとはだいぶ違いますね。花本さん、よくわかっているじゃない。何やろ、一ボケしただけで気温が氷点下になる現象。まあええわ、セッチ。ほんま去年は悪かったな。今年はお詫びの気持ちを込めてちゃんと甘いチョコを用意したで。そいつはありがたく頂戴しやすよ。で、私からも静香さんとアンズに、はい、もらってどうぞ。ありがとうございます。さあ食べてみて。うん、何これ、甘いと言いつつ静香さんのことだから、去年より強烈な超超激辛だったり。何やこれ、去年のことがあるし、もしやセッチ、ご遠輩の激辛唐辛子でも混ぜてんのか。ぐん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 。静香のチョコ、もしかしてそんなにヤバいの？セッカさんのもです。一体何が入ってるんですか？大丈夫大丈夫、そっちのは。こりゃあもう全員で一斉に食べるしかないな。ほりほり、いっせーので。あ、おいしい。甘いお菓子、グラブジャムをチョコでコーティングしたいや。静香さんが笑えないほど渋い顔してる。セッカさんからのチョコには何が？何も入ってないわ。もっと言えば砂糖も入ってない 100% カカオのピュアリベンジチョコよ。歌のアドバイスが生きたよ。苦い苦いチョコ爆弾、思い知ったか。それって以前私が歌のさんに送ったチョコレートと同じものですよね。はあ、そうですか。苦い苦いリベンジにお役に立てて何よりです。一瞬セッカさんと歴史小説の貸し借りをしたこと後悔しちゃったけど、私のは普通でよかった。アンズちゃん、皆さんどうしちゃったの？あんなに青ざめて苦しそうなお顔。あやちゃんは気にしなくていいの。怖いものを見ないように廊下へ行こうね。Yeah!
取り直して。あやちゃん、はい、私からの甘いミルクチョコレート。あ、とっても嬉しい。でもどうして私に？そんなのあやちゃんがすっごく可愛いからに決まってるじゃない。ありがとう。あ、でもどうしよう、私お礼に渡すものが。あ、それはいいの。でもそうだな、どうしても気になるなら一回だけちょっと抱っこさせて。そんなのでいいの？うん、もちろんどうぞ。本当？やった。それじゃあ、誘拐手段選ば、この際強引でも。何？家庭科室に誰が？それが私たちファンクラブの計画。ファンクラブってまさか若葉さんの誘拐って？もっとちゃんと聞かなくちゃ。アンズちゃん、抱っこしないの？ああ、どうしよう、抱っこしたい。でも、これを放置したことが日向さんにバレたら。想像するだけで、身の毛もよだつとんでもないお仕置きが私の身に。ごめんね、あやちゃん、私、用事ができたから先に戻っててくれるかな。ん？うん、わかった。それじゃあまたね。うはは、乃木若葉ファンクラブ許すまじ。カカオ 100% のチョコはカレーに入れたりするととっても美味しいんですよ。よくわかりました。へえ、チョコにもいろいろあんだな。しずくさん、しずくさん、実はですね、今日の計画はチョコだけじゃないんです。ん？へえ、そいつはいい。無論俺もしずくも乗らせてもらうぜ。ご先祖様、そろそろ例のものを試食してみないことには始まります。ご先祖様？え？物質から取ってきていただいた例の調味料をお願いいたします。調味料？ああ、忘れてきたわ。レンゲさんどうしたのかしら。部室から戻って以来、心ここにあらずね。何かあったのかな、ちょっと心配。まあ、味付けは後でいいとして、ご先祖様の材料は豚肉とパスタと、どうしたものかしらね。変ね、確かここにしまったと思ったんだけど、電気熱伝導鉄板調理器。思い違いかもしれないから、もう少し探したら部室に戻ってみんなに聞いてみようよ。そうしましょうか。ねえ、そのっち、本当に今年はこれでいいの？え？去年は園子さんのために我慢して、また今年もそのっちは自分のしたいことができてないんじゃない？ありがとう、わっしー。でもそんなことないよ。だって園子先輩は私だもん。私ができなかったことを園子先輩がしてくれてると思えば、こんなの我慢のうちに入らないよ。偉いわね、そのっちは。私は東郷さんのしでかすことにそんな恩情とてもかけられないわ。そう？私は何でも許せるよ、ワッシー先輩のすることも、ワッシーのすることも。だって二人とも私の大切なワッシーだもん。で、
でも東郷さんは園子さんのワッシーじゃない。どういう意味？だから2年後の私は2年後のあなたので、私はワシオスミは今のそのっちのでしょ。ああそうだね、私のワッシー。もうはい、そのっち、私からのショクラート。はーい、ありがとう。あん、何口を開けて待ってるのよ。しょうがないな。はい、あん、ほん、うん、おいしい。マッシーの手作りショコラートは最高だね。私からも今渡しちゃっていいよね。はい、どうぞ。ありがとう。じゃあ私もここでいただいちゃおうかな。ダメ、私が食べさせる。はい、あーん、抹茶味ね。ほろ苦くてとっても美味しいわ。マッシーの口に合ってよかった。どれにしようか結構迷ったんだ。なんか考えてみれば、こうやって二人きりで渡し合うのはこれが初めてよね。ほんとだ、照れますな。隠れて付き合ってる恋人同士みたい。何それ、そのっちはすぐそういうこと言う。冗談だよ。だって私たちにはもう一人の大切な人がいるもんね。うん、今の食べさせ合いは絆の証、ショクラートの誓いよ。この先ずっとミノさんを守りたいのね。ハッピーバレンタインマッシー。5回目のショクラートの日おめでとう、そのっち。いつも本当にありがとう。